JR 天王寺駅ビル、天王寺御与原天王寺御本館地図、天王寺御は、大阪府大阪市天王寺区秘伝院町にある12階建ての駅ビル。本項目では、天王寺御本館について記述する。天王寺御プラザ館については、天王寺御プラザ館を参照。西日本旅客鉄道天王寺駅南側に、隣接した駅ビルで、1993年春まで、 営業を行っていた南海天王寺支線天王寺駅の跡地と関西、線ホーム上にまたがって建設され、1995年9月14日から営業を開始した。計画当初のビル名は南海グループ主導の下天王寺シティの歌唱で進められたが、その後、経営権が JR 西日本グループに移り、天王寺見落として開業した。運営は、 天王寺ターミナルビル株式会社、ミオという愛称はオープン前の公募により決定した。イタリア語のミオを元としており、ミオ天王寺となることや、ミオ尽くしのミオにも結びつくネーミングとなっている。2011年7月1日に運営会社の合併により、天王寺ミオは天王寺ミオ本館へ解消、同時に隣接する。 ステーションプラザ店のうじは、天王寺ミオプラザ館に改称した。開業当初の運営会社は、天王寺ターミナルビル株式会社。かつては、南海電気鉄道、三井住友銀行、三菱東京 UFJ 銀行、リソナ銀行も出資していたが、JR 西日本は2008年10月に、南海電気鉄道保有分を取得し、2011年3月には、 三井住友銀行、三菱東京 UFJ 銀行、理想な銀行保有分も取得し、完全子会社化した。2011年7月1日、天王寺ターミナルビル株式会社は、ステーションプラザ店のうじを運営する、株式会社天王寺ステーションビルディングを、九州合併し、同時に称号を、天王寺 SC 開発株式会社に変更した。2019年7月1日、 天王寺 SC 開発株式会社は、ルクア大阪を運営する JR 西日本 SC 開発株式会社に合併された。JR 西日本天王寺駅とは1階、中央コンコースと東口コンコースで直結。大阪メトロ未動筋線天王寺駅からは、地下2階の東改札を出て、エスカレータで1階に上がることになる。プラザ館とは2階にある連絡通路で、 安倍の春かし近鉄本店、近鉄南大阪線を大阪安倍の橋駅とは、連絡通路の先の安倍の歩道橋で連絡している。高さ59.9メートルの鉄骨造り地上12階、地下2階建てビルで、延べ床面積は59,260平方メートル。1階から7階までは主にファッション、雑貨、8階9階は、音楽やスポーツ、10.11階は、 レストランのフロア構成となっている。12階は展覧会を開くこともできるミオホール。3階には郵便局がある。通常の開店時間は午前11時である。駐車場ビルを併設している。営業開始後の数年間は開放しており、一般人もエスカレーターやエレベーターを使わずに階段を利用することで上下階へと行くことができた。 しかし、チベタ族の蔓延により非常兼用階段の踊り場に長時間座る人が後を立たず、床面の汚れの続出や防犯上のこともあり、常時非常用扉にて閉められている。ありがとうございます。